日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探すアンドサウナ。今回は牧田石垣リポーターが北海道札幌市へ。パワーアップしたサウナを楽しめるということでやってきました。早速湯通し。あれ丸太？丸太のお風呂を楽しんだ後はいざサウナへ。大丈夫そう？もうしてる。なんかこれ超音波の煙らしいです。うん、体に良さそう。うん、聞くのより良さそうですね。超音波で気づくことがあるんですけど、うんうん、左右にそう。しかもこんなでっかいストーブ、一部屋で二つ見ることってあるかな？もう入った瞬間からもね、熱気と、うん、湿度、湿気、半端ない。半端ないです。うん、もうすでに汗かいてますし、不死鳥サウナっていうだけ。うん、ありますね。うちらのこと倒しにかかってる、倒しにかかってる、うん、倒れるようになる。そしてお待ちかねのロリしてもいいですか？はい、お願いします。じゃあ、行きますよ。はい、怖い。せーの、え、落としが、ひな、ひな、ひな、うわ、すごい。あ、来たんちゃう、来たんちゃう、来たんちゃう。あ、ここよ。こんな広いのにちゃんとここまでたどり着いてる。暑さがすごい。あー、もっと高温多湿になった、これ。うん、だいぶ、うん、牧田リポーターが極寒水風呂へ。行きますよ。いいわ。これちょっと正解かも。正解かも。水風呂は2つあるから安心してね。